里山里美子、この列車は11系出発の七尾行きでございます。前方を走ります、小田崎の色ブルーシート里美子、後方車両小田崎の色オレンジシート里山号、業務連絡いたします。出発準備は OK です。これより皆様方にお願いとご案内をさせていただきます。感染予防対策のため、私ども運転手アテンダントともにマスク手袋の着用、アテンダントにおきましてはフェイスシールド着用でのご対応をさせていただき、続きまして車内販売のご案内です。お飲み物といたしまして、ホットコーヒー、冷たいジョンとユーズ、蜂蜜ジュース、アルコール類は能登の地ビール、能登の地酒など各種ございますので、簡単にてお尋ねくださいませ。また観光列車のグッズもございまして、キーホルダー、ストラップ、完成はがき5枚セット、村井郵便レターセット、折り紙バッジセットなどございます。では行ってまいります。ということで、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。本日はようこそ能登鉄道観光列車能登里山里美子にご乗車くださいまして、誠にありがとうございます。これより 33.1km の距離、能登半島内浦の海沿い半円を描きながら、約1時間かけまして、里山里美の風景、皆様方にごゆっくりとお楽しみいただきたいと思います。それでは旅の始まり、まずは2つのトンネルをくぐってまいります。1つ目のトンネル、音ヶ崎トンネル、こちらはトンネル内が左右にてイルミネーションで施されております。進行方向、右手にはようこそ能登への文字が輝きまして、左手にはアジトのイルカが皆様方を歓迎いたしまして、ジャンプしている様子が輝いております。わずか20メートルの区間ですのでね、ここはどうぞ目を凝らしながらご覧いただきたいと思います。それではどうぞお楽しみください。サザエ、秋には能登牛、能登ワニ、こちらの近くにはワイン工場もございまして、美味しいワインがいただけるんです。そして今ほどご覧いただけておりますこちらの海で採れますミネラルたっぷりの牡蠣が美味しくいただけるんです。それではこの後も海の風景をご覧いただきながら、3カ所のビュースポットへとくぐってまいります。前のために建てられた櫓、4本の木をクロスさせ2組に組み、右手からは網をかけまして、ボラという魚が入ってくるのを上の方で見合っているわけです。江戸時代から続く日本最古の漁法となっております。
上に見張っている方はおばあちゃんのお人形さんなんです。心という字を漢字で書きますと、結婚式に女性の方が着用されます第一礼装のお一つの留め袖ですね。魚辺に留め袖の留めと書きまして、心という字になります。心は出世後6回お名前が変わりまして、最後にはトロ、トロのつまり、この目を刺すというところから来たそうですよ。それでは、ご覧の地上の中をゆっくりと後にいたしまして、この後、山狩りを抜けますと、進行方向左手には小さな森の中には鳥居の姿、柏神社の門を通過いたします。での柏神社は大変パワーのいただける神社と言われておりますので、ぜひ皆様方にはお願い事をされていただきたいと思います。進行方向左手ですね、どうぞお願い事をされてください。角度を変えまして、こちらからもどうぞ皆様方のお願い事が叶いますように、きっとかなと思いますよ。さあ、それではこの後列車の方は能登鹿島へと進んでまいります。こちらの能登鹿島駅は別名能登桜井の木、桜の名所でもございまして、左右にてソメイヨシノの桜の木が100本たたずんでおります。こちらの桜は4月中旬より5月にかけまして満開を迎え、ピンクの桜のアーチの下をこの観光列車や一般列車がくぐり抜くです。ビュースポット停車いたします。目の前に広がった海は七尾湾、海向こうにちかちかと光っております2つの明かり、ツインブリッジ能登、正式名中能登能動橋、平成11年3月27日に能登島へと架けられました。2つの明かりは航空障害灯も兼ねているということなんです。また海向こう遠くに見えておりますのが能登島です。島の中には能登島水族館、ガラス工房、美術館などございまして、レジャーの島とも呼ばれております。それでは皆様方には目の前の民家の屋根瓦をご覧いただきたいと思います。こちらの黒い瓦、能登瓦といいまして、一度は素焼き、二度目に釉薬をかけまして
や雨に強く、また冬場の雪はくるりと滑り落ちるスピングをしたものが使われております。駅名西岸駅となっております。ご覧いただけましたでしょうか。こちらで登場しましたラッピング列車花咲くいろは号がありまして、今でも一両一般列車として運行いたしております。こちらの入江の海のお色と朝日と夕方と少しずつお色の変化を見せてくれるんです。時にはブルー、時にはグリーンと浮かぶとても綺麗な海の姿にご覧いただけます。原木となりますと言ってらっしゃいませ。